ございます。以前から作っていたエレンディークとのコラボのお洋服が完成したので、今日は待ちに待った撮影の日です。可愛い色、ルナソル、ルナソルです。今日はこれを塗りました。それも縁だね、縁だね。まず1着目はロングワンピース。1着でさらっとおしゃれに着れてストレスフリーなワンピースが欲しくて作りました。デコルテと背中はスクエアにカットし大人っぽく、バフスリーブのデザインにもこだわり、華奢で女性らしく見え、顔周りがすっきり美しく見えるように仕上げました。ウエスト部分は内側で絞れるので、ゆったりとしたシルエットやキュッとスタイルアップにもいろんな着こなしが叶います。すごい、わーかわいい、めっちゃかわいいです。すごいすごいすごいかわいい、こっち。ああ嬉しい。可愛いですね。すごい可愛い。もう可愛い。嬉しい。すごいんだよ。テーラーワンピースを作りました。可愛い。可愛いよね。大人が着れるテーラーワンピース。ボタンもねこだわったの。ちょっとボタンにしたんだ。おしゃれ。可愛いよね。でここをちょっと長く。1着目は大人が着れるセーラーカラーワンピースです。セーラーカラーは少し可愛く見えすぎるのかなと思っていた私が、自分が着たいセーラーカラーワンピースを作りました。襟やリボンは大人っぽく見えるよう細くし、袖を長めにし、ボタンではなくカフスをつけることによりメンズライクなシャツのようなイメージに。撮影ではホワイトを着用しましたが、カーキやブラックもさらに大人っぽく見えておすすめです。そして3着目はボリュームタックブラウスです。シンプルなブラウスの随所にタックを入れることによって、ウエストのシェイプ感やメリハリのある立体感が出ます。このブラウスもデコルテはスクエアにカットし、大人っぽさをデニムやきれいめパンツに合わせて、いろんなコーディネートを楽しんでください。ついてるから動けないんだ。
そしてラストカットは1着目のイエローワンピースの色違い、ブラックです。このワンピースはホワイト、ブラック、イエローと3色展開です。皆さんはどのカラーがお好きですか？念願の どうですか？美味しい。やばやば、いい感じの硬さでプリプリ。いきます。軽井沢、いや、川うん、おいしい。夏や、私よくお家で食べます。うん、めっちゃおいしい、すごい。今日はビリーの用紙の撮影です。ビリーの用紙の撮影です。今日のヘアメイクさんは笹本くんです。こんにちは。表情を忘れたみたいです。それこれ小指用なんですか？そうなんですね。最初すみ込めてみます。あ、そうなんだ。かわいい。6です。6か7か6か7か、夏です。中国とユーザーメイクの泥遊び後、そう、首だけすごいシェーディング入れてもらった。今日ちょっとむくみがすごいから踊れる風になってますよ。踊れないの。
高めのでいいと思う。かわいい。つければ。はい。キさんのコーディネートも初めて見る。全然終わっちゃう。早そう、早そう。かわいい。かわいい。これぐらいなんか、もう、ピピンとした方がいい。かわいい。かわいい。あやさんのコラボアメリカンスリーブ。あ、本当。これにする。これの S にします。あ、確かにします。これミコ履けそう。どうだろうかしら。かわいい。ね、すごいね、このデニム。欲しいな。なんでいう。ボート2分の1って書いてある。なんかちょっとこなれ感。あ、そうこの辺の顔、ボタンがないんですね。あ、確かに。これがなんかまた可愛い、うん、夏っぽくて、うん、ちょうど回してましたもんね。すごいんだけど、びっくり。びっくりじゃん。なんかすごい派手な人が近寄ってきた。なんて思ったの？すごい。またいる？またいるかも。あいつまたいるって。うちの仲間ってもう夏。軽井沢。いや、川。